ちゃくちゃ難しかったって言われた問題であっても、できないのはカップリンだけなんですよ。PL 作成だけなんですよ。PL 作成は決算整理だけは全部やらないとできませんから。ね、で、特殊商品売買の決算整理って結構難しいですから。ね、人気じゃほとんどやらない。人気って基準ばっかりですよね。特殊商品売買って。ね、一級行ったら決算整理は全部やってたっぷりと。で、ものすごくよく分かるってところになるんだけど、二級で特殊商品売買が分かりづらい理由は、全部やんないからなんですよ。途中で終わっちゃってるからなんですよ。要件わかんないんですよ、じゃあ。ね。使用販売の一括ごと対象からどこまで呼ばれたら、わけわかんなくなるんでね。なんでですかっていうと、一年の中で全部やんないからです。ね。一級のテキストね、特殊商品売買だけで一冊になってるんですよ。丸々一冊なんですよ。特殊だけなんです。最初の一冊で。はい。それは全部やるんですよ。一連の流れはね、はい、たださっき米印で見たように2級でもこれが出るんですよ。厄介なこと、決算整理がちょっと出てませんよね、特殊で。だからそこみんなできないんですよ。できなくて当たり前なんですよ。だってつまめないでしかやってないんだ。はい、でも簿記事をちゃんと勉強して理解すれば、つまりこういうのを理解すればできるんです。実は決算整理は。その126回のとんでもねえっていうふうに言われてた問題であっても、解剖してみたならばかっこいいじゃできるなって分かるんですよ、ね、かっこいいって要するに普通に衝撃系だけですから、2キロのレシピで、ね、あれができればいいです。全然でこれ作れるんです。こんなところ作れる。ここまで終わってるんですよ。1ヶ月後に自分に行って数日作られて、はい、どこどこで見ることができますね、このスタイルって。サンビル。サンビルって大事なことでしょ、それで。でね、5月26日まで終わってますので、残り5日から仕分けやって、作業作れっていうやつでしょ、それで。それと同じなんですよ、結局。だからそれさえ分かっちゃったら、ちょっとこっちも楽なんです。まあ、量少ないですから。サンビルから量多いですもんね、ふわーっとバカ見て。ね。はい、だからこっちの方が楽ですから、楽です。ただし読み取れないんです、みんなから。何をすればいいのかなって分からなくなっちゃって、ね、10人中7人ぐらいは5時いると思っちゃうからね。確認しようと。今までピエトとか BS ばっか作ってたから、あれ、なんかピエトと BS 作れてたのは、でもなんか過去にピエト